ございます。ラップバトル楽しみだ。はい、こんにちは。半日でできるのラップ小屋。ちょっとね、分からんけど、まあ、深夜0時までやればできると思うけど、ちょっとそこまでいっぱいあれとか。はい、ひとつちゃん、こんにちは。皆さんもごめんなさい。おはよう、お兄ちゃん。おしょりせんさん。もう昼休み終わりなんだな。やっぱり仕事に戻らなきゃ。ラップで焚き木小屋作るなんてまたやってるね。新ラップ小屋作るの。うん、ちょっとデカめに作るわ。イメージとしては、ここがね、物置があるでしょ。ここの屋根につなげる感じで、こう持っていこうかなと思うんで。こんにちは。ここにつなげるのちょっと厳しいな。ラップ小屋復活なのね。ちょっと厳しいな。このくらいすっか、ちょっと。つなげようと思ったけど、つなげるの厳しいわ。つなげるの厳しいから。屋根低すぎるね。うん、これだとね、この延長だと、こんな狭くなっちゃう、こっちらへん。ダメだな。小屋作りの限定ラップ小屋。僕のペットボトルね。ペットボトルを使ったハイブリッドエコタコ、竹小屋にするか、これ。なんで僕がこのペットボトルをたくさん捨てないで集めていったかっていうのは今日証明されます。ハイブリッドエコタケ。切ってきました。いやー、だいぶ切ったよ。竹切りました。めちゃくちゃ長いよ、これ。何メーターかかるか。パチ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 。ざっくり。後ろのソーラーパネル使ってるの。使ってないよ。またお風呂準備するのかしら。4メーター。長い。メジャー。そこの場所いっぱいいっぱいに建てるの。まあ竹の長さに合わせないと竹延長がすごい大変だから、竹の長さで調整する。出ました。お待たせしました。ペットボトルくんの登場です。ちょっとコード。普通はさ、でっかい竹があれば、でっかい竹でね、もう柱は終わるんだけど、うちには細い竹しかないんで、裏技をね。それで使うのが、こちらの、ヒートガン。ヒートガンです。ヒートガン。まずはね、これは中央ね、筒。で、もう、これは、端っこ。これやったら多分ね、みんなやっちゃうと思うよ。で、竹を揃えて突っ込む。あ、全然まだ入るな。まあ、全然入るな。これやばいな。めちゃくちゃ使う、竹。やりたいけどヒートガン持ってない。そこは買って。ヒートガンくらい買ってください。なぜ試作品を作らなかったのか。今試作品作ってるでしょ？何言ってんだ。今作ってんでしょ？何本柱作るの ?6 本。いくよ。ね。はい。ローでやろう、ローで。いや、はいでやろう、はいで。お、来た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 。来ました。どうなるかな、ワクワク。来た来た。あ、来た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 。来ました、ほら。見て。もうぎっちり。ぴったり。すごい、ほら。ぴったり。きっちりもうラップでガチガチに固めた感じ。いいじゃんね。うん、来ました。パチ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 、すげえ。これガチで誰もやってないよ。世界中で誰もやってない。これ世界中の YouTube 見てもね、やってる人見たことない。固まい、あれ入んない。あ、入んない。あ、ここになんか節がある。天才じゃん、やったぜ。わら。ああ、いや、いけるいける。あ、きつい。まあ、わらわら。中間は、タイラップで縛るで。よいよ。タイラップね。タイラップでもいいね。なんか走っていった。わら。なんか走ってた？謎の生き物が。よし。おお、いいね。ぴったり。ほら、びっちり。もうすごいがっちり止まってる。で、これがっちり止まってると何がいいって、ネジが効くようなんですよ。竹ってネジ入れると割れるんですよ。でもこれがっちりやれば多分ネジね、割れないと思う。ざっくりね、刺さると思う。うわ、最高。ガッチガチやぞ。すごいな。温めたらはち切れると思ってたのは内緒です。長さ違うのあるよ。今これ切り揃えるから、ここで切り揃える。
よし、これでできること分かったんで、次はちゃんと計算してね。入り口は6本作ってから揃えよう。寒そう。立っちゃいましたね。うわぁ、来たぁ。うお、ほら、やばくないこれ。やばいな。もう一箇所止めたいけど、とりあえず一回これ全部完璧求めちゃうと大変だから。パチ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 。まずこれ一本ね、やっと一本できた。この木をね、一本買ったとしたら一本いくらだ。もっとさあったら数百円かな。数百円分得したぞ。数百円分得しました。 2×4 だったらこれ600円くらいかな。600円得しました、1本。よーし、これでボロ儲けだ。マチン、働いた方が早そう。ボロ儲けだ。これでボロ儲けやで。 SDGs やで。炙る時間がかかるだけでかなり小さくなりますよ。いや、これをね、ずっとやりたかったんだよ、去年から。これが夢だったの、将来の夢。夢叶った。叶っちゃった。夢5000万貯めてファイヤーすることが夢じゃなかったの。だよ、竹で遊ぶのが夢。シパさんかな、ピュアの森ペットボトルの水買ってきてくれたから。いやー、まさかここでね、こんなピュアの森、このね、ペットボトルの500ミリ買ってきてもらってくれて、ありがたい、ありがたいな。今こんなありがたいとは思ってなかったな。シカさん、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。記録に留めとかないと。もう真っ暗。真っ暗です。ここからが和弘タイムだから。でも入れるでしょ。入れますと。微妙にピントが合ってない。これはね、ピントじゃなくて、もう画質ズームしてるから画質がもう悪いの。ピントは合ってんだけど、もう画質が荒くて。これでうーんってやって。見える？見えますか？縮こまってんの見える？カメラの提供を受けよう。縮こまってますか？見えますか？ブチエブリュー。見えてる。パチ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 。ほら。見える見える。ね、見える。俺たちにも見えるぞ。カッチカッチやぞ。チルチル縮んでる。アクリルキーホルダーとかも同じ原理だよね。アクリル板で作るキーホルダーもさ、チンするとすごいちっちゃくなるでしょ。あれと同じだよね。床屋にドライヤーで頭を掃されてアチーってなったことある。アチー、じゃあ頭ちっちゃくなっちゃったの。カズさんの頑張ってる姿見ると私も頑張れます。ありがとう。あら、真ん中もやるよ。ほら、縮んでます。全頭をやってもらおう。小顔にしよう。小頭。あれから工作の幅広がりまくりですね。うん、がっちり止まりました。これで3本で、これ横のこの作業もさ、竹だったらもう持ってきて切ったら終わりだからね。これ竹じゃない、太い竹じゃないからさ、こうやってるけど、太い竹があればさ、ねえ、切ったら終わりだからね。いや、ほんと竹ある場所いいな、竹林。ということで、完成というか、終わりました。パチ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 。やりますよ。今日、完成させますから。今日、ここで終わると思ったお客様。ここで終わるなんてとんでもない。完成させますの。本当に。だってまだ18時でしょ。まだ終わるには早いでしょ。寒い。期待しちゃうよ。頑張るやん。今作ったね、材料をお見せするか。こんばんは。こちら。これまず190センチ。
3本。190センチ3本、230センチが3本、これが360センチが3本。普通の、ほら、ほら、肌の、肌もほら、もうガッチリ。いや、いいね、これ。3本ずつ、作りましたよ。よし。で、これから体を動かすから、多分体温かくなるから、大丈夫です。私には仕事がありません。仕事探してー。穴掘りして、暖かくなってきましたか。いや、案外寒い。竹の柱を直接土に埋めるのですか。そう、顔が寒い。顔が結構寒い。直接は腐るよ。溝掘るから。風邪ひかないように気をつけてね。トラちゃん、あんなに大きくなってて、お母さんと一緒に寝るの。そうだよ。まだ、だって生後半年だよ。まだ生後半年の見てるよ。バブバブ赤ちゃん。星は見えないです。みゆちゃんから陸返し来とるで。じゃーん。カズヒロのめんこいよ。あとう。ベベラ、クリスマスケーキ食べないとね。うん。レーザー兵器、登場。来たー。見える？ウィーン。ウィーン。かっこいい。ウィーン。ウィーン。見えるよ。上がっていきます。いつもより。かっけー。上がっていきます。見える。高そうな機材。ハイテク測量おじさん。いや、こっちこんな高いと大丈夫か？こっちこんな高いとちょっと高さこっちやばくなるな。和弘にそれはオーバースペックでいらないだろう。大弓ちゃん死んじゃったか。生きてるんじゃない。え、生きてんの？ちょっと生きてんかい。かそってるだけ。声出してけ、声。声出してけ。見てますよ。かそってるだけなのだ。声出してけ、声。声出してけ。本格的で草。声出してけ、声。カソと聞いてきました。と声出してけ、声。殺さないでください。負けるぞに。のだ。レペゼンに負けるぞ、レペゼン。こんなに枠丈夫にするのにラップはもったいなくなるよ。声出してこう。レペゼンに負けるぞ、このままじゃ。レペゼンに。レペゼンに勝つんだろ？応援してます。あと。高山脈25歳さん。カラスコツニワトリさんわかってますよ。ちょっと待って。抱っこされるのが大好きな鳥です。間違ったこれ。これ横だ。これが横で、これはここ横か。あれ、足りないな。中間の柱。中間の柱やってなかった。足りねえな。あれ。3M のやつは横。こっちか。こうか。これはこれちょうどいいな。これはちょうどいいね。風の音が寒そう。設計ミス来たこれ。こっちか。三大地よりに3度寒そう。飛行機だったか。わら。それでも南国千葉は雪ないのか。東北の雪今やばいね。遅れましたが、こんばんは、ごめんなさい。残業忙しいんだな、やっぱり。残業気をつけて、大変だから。さすが千葉フォルニア南国なんだな、やっぱり。コロナ陽性で大変だ。アヒュに混散先ほどは大変ごめんなさい。お腹痛かったんだな、やっぱりごめんなさい。ジンダモンの声のやつはどこのコメントですか？アップルパイ作ろう。天下の宝刀。なるほど。これは。ネジが効くんです。さあ、行きますよ。乗っけて、ここ乗っける。え、ネジで止めるの。そう。お風呂いりませんよね、やっぱり。入るて。ああ。ちょっと下で調整するか、下でマークつけて。猫の手欲しいね。いや、ほんと、ヨシエいれば楽な場所なんだけど。
マーク。ヨシエ支えてあげて、入るんかーい。一応、プルージックというロープワークでも固定できなくもなさそう。あー、ロープワークね。僕はできれば入らないでほしいんだな、やっぱり。はぁ、上から釘打って下からもネジで止めたら。あー、あ、そうか、ネジで止めてるのか。トラちゃん持ってあげて。ネジ、ちょっと刺せばいいんだ。落ちないように。ネジで。ネジを先に刺して、構え。斜めに。ヨシエは今トラちゃんとニャンニャンしています。それでいいでしょ。ちょっと一瞬だけ乗ってくれればいいから。ヨシエ頼んだよ。ヨシエに、ちょっとね、ほら、ヨシエに、これ。これヨシエに支えてもらってる。これ。これヨシエに支えてもらってるわ、今。ヨシエ。ヨシエ頑張って。真ん中のジグ欲しいね。ヨシエ頑張って。今、ヨシエに支えてもらってるから。ヨシエサポートします。賢い。ヨシエ頑張れ。ヨシエ頼んだよ。透明人間。ヨシエ、ヨシエは実家に帰ったよ。よし、ヨシエナイス。ヨシエナイスです。来た。おっ、誰その女。危な。そっか、ここをビニールで止めてないから、ここも止める場所もビニールっていうか、ペットで止めて。ご安全に。止めないと。ヨシエ恥ずかしがらずに出ておいで。ちょっと結束バンドで止めるわ、ここ。結束バンドで止めよう。夜中にやる作業じゃなくなってきてるな。結束バンド何本か止めて、割れ防止にしよう。呼んだ。アイサイボーグヨシエ。ヨシエとの結束が大事。揺らすなよ、揺らすなよ。あれ？ないな。ちょうどいいの。あ、ないな。ヨシエ。支えてあげて。やめた方がいいんじゃ、和弘。お兄ちゃん風邪ひくもんな、やっぱり。ネジ止め。吉江さん飛んでっちゃって大丈夫。ネジ止めする箇所やった方がいいわ。ペットで。もうペットやるか。和弘お兄ちゃん、明日は配信休みましょうね。やります。みんなが待ってるから。刺された。素晴らしいアイデアですね。耐久性は大丈夫ですか？はい、でも体が持たないんじゃ、やっぱり。疲れた。待ってます。愛だね、お兄ちゃん。耐久性をね。和弘サンタ。お腹空かないの。おー、いいね。構造さん記録はマイナス41度 C だよ。和弘お兄ちゃん見習い、来年から僕も車椅子マラソン出ることに相なったんだな、やっぱり。挑戦する姿はね、かっこいいよ。彼女さんもね、喜んでると思うよ。やっぱり変わらないとダメなんだな、やっぱり僕だって。人間偉くなるほど休みないからな。元旦に初仕事、いいね。徹夜配信ですか。19時に15分。うわ、19時に15分。半額弁当タイムじゃん。たまには買いに行く。しばらく買ってないから2ヶ月くらい買ってないんじゃない。じゃあ今日ね。いいね、半額パーティー。たまには行くか。半額クリスマス弁当に、あと3本か。いいね。今日もチキン売ってるよ。ちょっと今日半額合流しよう。今日終わるか、ちょっと。あと、とりあえず今日やった部分ね。じゃーん。じゃーん。じゃじゃーん。じゃん。よくプリミティブテクノロジーでよく見るさ、光景でしょ。これ頑丈だよ。行くよ。あ、怖いな。ダメか。ちょっと怖いわ。ぶら下がるのはちょっと怖いわ。いやー、いいね、いい光景だ。段違い平行棒を進んでる。これにこうかけるわけですよ。こうこうね、わかる。こう、これをバーンってかける。あ、耐久配信じゃないの。大量のこの竹をバー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 ってやるの。折れるよ。そしたらもう屋根ができちゃう。じゃあ真ん中もいるな。
真ん中もやろう。真ん中つくの忘れた。これからオリンピック目指すんですか。そう。まあ最高。よし、じゃあ行くか。2ヶ月ぶりの半額弁当。猫助、虎の助ご飯あげて。その細い竹で屋根とは気の遠くなる話だね。ちゃんと失念してるね、荒野子。あら、来た。手投げにご飯を待ってます。二人は仲良しだから。いつも仲良しだからね。トラちゃん、竹やぶとトラは絵になるんだな。9月末で保険会社が一斉にコロナは補填的用外にしたぞ。これいいぞ、これイメージ図。ここに扉をつけて、つけるから、パカって入るじゃん。ここにスペースあった方がいいかな。こっちにつけた方がいいかな。これパカって。そしたらここには物を置けるから。角っこね。こうパカって開けるじゃん。そしたら、ね、ここ広いかも。パカって。こう物置いて、物置いて、物置いて。物、物、物。結構広いぞ、これ。面積だけ測るか。計算して。縦横。2.3 メーター。2.3 メーターと3メーター。2.3×3。何畳 ?2.3×3 って何畳？眩しい。眩しい。おーい。ご飯。おーい、どういった？ 3.8 畳。お、3.8 畳か。あ、来た来た来た。ありがとう。3.8 畳だって。まあ、そんな広くはないか。そういえばやはり原子力発電発動するね。電気代下がるかな。あ、原子力発動、そうすんの？ようやくか。社会保険は出なかったけど、郵便局と工区の保険から出ましたよ。まあ、多分、ラップが1000円くらいするから、まあ、1000円もしないから500円くらいかな。ラップ代だな。ラップがね、500円分くらいだから、500円。釘が100円くらい？これ100円も使ってないけど。釘が50円くらい。ラップ。だから500円くらいかな。材料費500円。ペットボトルはね、ただだし。安いんじゃない ?500 円で作れたって考えたら。ねえ。安いんじゃない ?500 円。500円で 3.8 畳。まあ、40円。ラップを多く巻いた方がいいね。ああ、ティラミス作りたいけどな、ティラミス。あ、待って、ケーキ。なんかケーキある。いちごのショートケーキとか、ほらすごいでかい。ブッシュドノエル、ブッシュドノエルモンブランだって。彼女もいないのにね、一人で食べるわけにもいかないか。お、半額戦争始まってます。まだこの辺は半額なったりなってなかったりね。クリスマスっていつなの？クリスマス祝うのっていつ？半額じゃないの？明日、明後日か。半額まで、ね、粘るよ。せっかく来たから。これも美味しそう。買っちゃおう。クリスマスだからね。シャンメリいるか？シャンメリ。シャンメリあるよ。100円。買ってみる？シャンメリホワイトか、シャンメリレッドがあるよ。ホワイト買うか。これね、シャンメリ。買うか。クリスマスだからね。シールだいぶ貼り終わってるよ。来た来た来た。待って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 。おい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 、これ買っちゃう？ローストチキンレッグ、695円。九州産鶏のローストチキンレッグ。こっちはローストチキン3本入りだ。安っ。4本入りロー。これでもね、クリスマスだからね。クリスマスだから、これ買わないわけにはいかないでしょ。ピザはいいや。こっちにするか、なんか一番高いやつにしよう。半額だけだから。色が違う、色が。ほら。テカテカしてる。安い方と比べてテカテカしてる。黒いロースト。わ、これも。もうこれもいいな。これも魅力的だな。今からバーレル。お一人様用バーレルが。これは。これうまいやつじゃん。これフッターチリソース。餃子買っとくか。ちょっと餃子買っとくかね。半額餃子やべえな。めっちゃ買ってるな。切り干し大根も買っとくか。半額だ。
切り干し大根ね、こういうの買っとかないとちょっと体がね、なまっちゃうわ。あ、サラダもあるわ、サラダこっちにするか。サラダも買っとこう。クリスマスだからね、クリスマスだから。こんなもんかな。あと今まだ半額シール貼ってるから。あ、このフライドチキンも安いな。いや、もうでもチキン買ったからいっか。何本チキン何本買うんだって。半額師匠いた。半額師匠すごい、気づかなかった。もうほんと自分の後ろに来るまで気づかなかった。すごい、やっぱさっき消すの、さすがだな師匠。すげえわ師匠。ちょっとじゃあもう会計するから。よし行こう。疲れた、筋肉痛だ。チーナさんがさ、シャムさんのツイートつまらんってさ書いてたから、え、シャムさん復活してたなのと思って、シャムさん見に行ったら、シャム探したらさ、シャムさん復活してたんだよ。なんか終わりえる。そしたらなんかもう最新ツイートで引退しますって復活してんじゃんって見つけた瞬間引退しますってなんなんだよ、もうループ復活してはすぐ引退って何なんだよ。半年くらい前に復活したよね。よくある引退詐欺ですね。寒さ対策どうしてますか。ワークマンで見えるの上着買ったのに肩と胸のとこピチピチだった。試着して買えばよかった。寒さ対策はよく動く、たくさん動く。風呂はないんですけど。お湯取って、今ロケスト用の薪がないから、これをねこうちょっと閉めて。こんばんは、そしてただいま、はい、めっちゃ寒い。はい、山田太郎さんこんばんは。めっちゃ寒いね。火の番しないと消えちゃうの、火。ご飯は食べましたか。今から食べるんだけどさ、まず火を、部屋がね、部屋温めない。ほら来た、ほら来た。でさて、サラちゃん、サラちゃん、じゃあちょっと竹手渡して、入れるから。サラちゃん、サラちゃん、あれ、サラちゃん置いた。安心きた。紅茶飲んでこ。あーとさっきご飯食べたでしょ。もうあれあげるか、しょうがない。花カツね、これ花カツあげるか。あれ丸い。テーブルの上に乗るならお外でドロンコ遊びしてからでしょう。いや、筋肉痛には肉ですよ。まずはね、じゃん、チキン南蛮メガ、うまそう。これうまいでしょ。この世にうまくない、パチ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 、チキン南蛮メガはないもん。うん、うまい。うん、うまい。鳥づくし、でかい。でもお高いんでしょう。これがなんと通常498円のところ、今ならなんと269円でした。安い。若いうちだけの特権大食い。安いですね。餃子もね。当別の唐揚げみたいにでかい。安。うまほう。通常でも安い。通常でも結構安いね。紙。ジャンバー着ないとやばいな。あ、釣り針のガマカツ。お、FO 来たよ、キモテイ。
おお、気持ちいい。適温。知ってるジータ。あふう、気持ちいい。ちなみに熱い風呂に水を足すのはウメルです。気持ちいい。W92 階段作ってたから早く入れた。また来た。下の方熱い。あ、目閉める。目開ける。開けられないわ。目つぶってればいいわ。これ。目つぶってあれば。熱くなったら水を埋めてね、お兄ちゃん。はい。下の方熱いからちょっとかき混ぜて。疲れが取れますか。取れるわ、これ。気持ちいい。ああ、今日体の？いっか、このままで。これでかき混ぜよう、ちょっと。ちょっと熱い。小屋生活といえばドラム缶風呂いいね。石鹸で全身洗おう。ああ、ちょっと目開けらんない。寒くないですか？あったかいよ、普通にあったかい。かき混ぜてもどんどん下からあったかいのが来る。下がどんどん熱い。目開けると痛いんですか？目開けると痛い、これ。煙が。まだ燃えてるから。気持ちいいね。釜茹での毛。出し取ってます。いや、ほんとこれ下が熱い。結構どんどん熱いのが作られるから。下でドラム缶風呂体験800円。ドラム缶風呂も板についてきたんだな。バッテリー低下って出たの。あれあれ、バッテリー 9% しかない。あれ、ちゃんと刺さってないのか。もうバッテリー切れか。やばい。明日はラック小屋完成。そこからコメント読めるの。明日も配信楽しみにしてます。右、わら、生首、わら、ゆ、ゆ、めっちゃ熱そう。視力検査、わら。うわ、ああ、うわ、いい湯だった。あ、でもちょうどいいわ、このくらいが。もっとあったまろう。ああ、うん、煙がすごい。はじめまして。あ、もう終わるわ。カウントダウン始まった。みんなもうカウントダウン。そのお湯で洗濯。終わります。入れかず。カウントダウン始まった。強制終了カウントダウン。お疲れ様です。今うちに着いた。雪疲れる。みんなお疲れ。おやすみなさい。おやすみなさい。終了カウントダウンが。ああ。